こもね、側溝をちゃんときれいにしてね、その上に遊歩道にしてあります。こんな落書きするというのが多いですね。これね、なんかその外国勢力がね、入ってるという話もありますけど、やっぱり日本を汚くするというのはやっぱり日本を弱くするということですから、まあ意図的にね、汚くしようという勢力がいるかもしれませんね。注意ですね。なんかね、楽しそうに座って食べてます。ここも賑やかな公園ですね。近くにあまり公園がないのかな。